2013年10月5日、山口県美祢市の中国自動車道下り線で後続のトラックにはねられ、不運にもお亡くなりになりました。お笑いタレントの桜塚やっこんさん。事故現場の写真に例の顔のようなものが写っています。逆さまにして拡大した写真にはかなりはっきり写っています。この事故現場は地元の人でさえあまり通りかからない有名な心霊スポットで、魔のカーブと言われているところらしいです。心よりご冥福をお祈り申し上げます。このような世界にご興味のある方は、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。